ジジョン・レジェンレェド女の子の赤ちゃんが誕生歌手のジョン・レジェンドとモデルのクリッシー・テイゲン夫妻に新たな女の子が誕生しました夫婦はそれぞれの Instagram で1月13日に生まれた娘をお披露目 6歳の娘ルナと4歳の息子マイルスが生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこしている写真を公開しました。娘の名前はエスティマキシーヌ・スティーブンス。クリッシーは私たち家族はこの上なく幸せ。ジョンも本当に感謝の気持ちでいっぱいと喜びを伝えました。 ジョンとクリッシーは2006年にジョンの楽曲「ステレオ」のミュージックビデオで共演したことをきっかけに交際を開始2013年に結婚2016年に娘のルナ2018年に息子のマイルスを授かりましたクリッシーは2020年に3人目の子を妊娠 ジャックと名付けた男の子が誕生する予定でしたが、同年9月に死産によって失いました。その後、体外受精の治療を受けていると明かしたクリッシー、2022年8月に妊娠中であることを公表し、赤ちゃんが生まれてくる予定ですと報告していました。